経済産業大臣指定伝統的工芸品は伝統的工芸品産業の振興に関する法律に基づいて経済産業大臣により指定された日本の伝統工芸品を指す行政用語では伝統的工芸品と呼ばれ次の要件によって指定される主として日常生活のように供されているもの製造過程の主要部分が思工業的であるもの 伝統的技術または技法によって製造されるもの。伝統的に使用されてきた原材料を使用していること。一定の地域で産地形成されていること。経済産業大臣が指定する伝統的工芸品の品目数は2018年11月時点で232点を数え、分野ごとの内訳は以下の通りである。 伝統的工芸品産業振興協会編著の伝統的工芸品ハンドブックでは法律において伝統的と認められる年数について100年以上の歴史を有し現在も継続しているものとの基準が示されている2000年の時点では千葉県と熊本県にも指定品目が存在しなかったが2003年に千葉県の1品目熊本県の3品目が指定された 北海道においては、先住民族であるアイヌが固有の文字を持たず、交渉のみが世代間の知識の伝達手段であったため、古来よりその工芸品が生産されてきたことを示す。文献が残されておらず長らく伝統的工芸品の指定を受けている品目が存在していなかったが、2013年2月に、いずれも日高振興局管内猿群ビラトリ町に、風谷の工芸品2点が指定を受け、 すべての都道府県において1品目以上の指定が出揃うことになった。指定品目が多い都道府県は京都府、東京都が最多の17点で、ついで新潟県、沖縄県が16点となっている。伝統的工芸品の生産額は1974年以降、日本の経済成長の波に乗って年々増加を続け、1980年代には、 年間5000億円前後の水準を維持していた。特に1984年には生産額が5237億円とピークを迎えた。しかしながら国民の生活様式の変化やバブル崩壊後の長引く景気の低迷、海外からの安価な生活品の輸入などの理由から2003年には2003億円と半減した。2003年度における 各産地の関連工芸品創生産額は約6,037億円であり、指定伝統的工芸品は工芸品創生産額の約3分の1を占めていることになる。2006年にはさらに1,773億円まで落ち込んでいる。 生産額の水位グラフ企業数は1979年の34,043社から2006年には16,704社と半減し、従事者数は1979年の287,956人から2006年には93,365人と3分の1にまで減少している。 また30歳未満の従業者の比率も1974年の28.6%から2006年には6.1%まで落ち込み、伝統的工芸品産業は高齢化が進んでいる。企業数及び従事者のスイグラフ本校での決め事、なお厳密には2000年7月31日指定の公衆手彫り印象までは通商産業大臣によって指定されたもので、 2001年7月3日、指定の辞め上鎮以降は、経済産業大臣によって指定されたものである。北海道、編集青森県、編集岩手県、編集南部鉄瓶宮城県、編集秋田県、編集山形県、編集福島県、編集茨城県、編集栃木県、編集江戸切子鎌倉堀、ふ箱に描かれた勝負。箱根寄席在庫の秘密箱群馬県、 編集埼玉県、編集千葉県、編集東京都、編集神奈川県、編集新潟県、編集富山県、編集輪島漆器山中漆器石川県、編集福井県、編集山梨県、編集長野県、編集基礎漆器岐阜県、編集静岡県、編集愛知県、編集有松、鳴海絞りで染め抜かれた模様三重県、編集滋賀県、編集京都府。 編集大阪府、編集、伊豆市焼の食器を使った料理、伊豆市そば。番集ソロ番兵庫県、編集奈良県、編集和歌山県、編集鳥取県、編集島根県、編集岡山県、編集広島県、編集山口県、編集徳島県、編集香川県、編集愛媛県、編集高知県、編集福岡県、編集佐賀県、編集長崎県。 編集熊本県、編集大分県、編集宮崎県、編集鹿児島県、編集沖縄県、編集。ありがとうございます。